皆さんこんにちは。いつもかみちゃんの動画を見てくださってありがとうございます。まおといちです。今回はですね、はい、こちらずらーっとパンがこう並んでますけどもね、ちょっとお母さんのかみちゃんが作ったスクイーズパンのスクイーズをして、こうお父さんがまずお客さんをして、まおが店員さんをするという感じになって、お父さんと一緒にパンのスクイーズでパン屋さんごっこしたいと思います。ギクク、イエーイ、いらっしゃいませ。こんにちは。あー、めちゃくちゃいい匂いがしますね。パン屋さんですね。このパン屋さんのおすすめはアンパンになっております。おいおいおい、アンパンですか。はい、アンパンはこちらのメニューとなっており、スーパーになります。いいですね。じゃあこのトングで取ればいいんですか。はい、他にもいろいろなおすすめなメニューが、美味しいメニューがいっぱいでございます。うわ、美味しそう。なにこれ、アンパン、アンパンがおすすめ。とりあえずちょっとアンパンもらおうか、はい、うわこれは、これは美味しいやつや。よし、うわー、このカツサンドなんか、これは牛肉を使った、うん、とてもジューシーな牛カツ。すごいな、これももらおう。これ、うーわ、肉厚、重っ。すごいね。じゃあこれ父食べて、これ母食べて、あとはどれしようかね。お迷いの場合はですかね、もう一つおすすめのパンがございまして、はいはいはい、はい、こちらのクリームパンになります。おお、クリームパン、あるクリームがいっぱい入っていてですね、ほうほうほう、もうすごくもう手にもういっぱいついちゃいそうな。マジっすか。おいしい。これいこう。うわうわ、手が震えるわ。すごい。カスタードクリームかな。はい、カスタードクリームになります。ちょっとこれ気になるね、このツイーストドーナツ。なにこれ。これは、シュガーがいっぱいかかったドーナツで、シュガードーナツのようなもの。すごいな。どうしよう、どうしようか、迷うね、迷うよ。いろいろなものがね、いっぱいなのでね。じゃあちょっと、まあシュガードーナツ振ったくせにだな、くせにこれいこう。明日の朝ごはんに。おいしい、これおいしそう。もうよだれで、よだれまみれになっちゃうね、これ。できた。はい、じゃあこの4つください。かしこまりました。トングはここでいいですか。はい、ここ置いてください。少々お待ちください。はい。ここのパン屋さんはいつできたんですか。そうですね、最近できたばっかりでございます。あ、本当ですか。いやね、ワンちゃんの散歩してたらいい匂いがするから、ひょっとしてパン屋さんでもできたのかなと思っとったんですよ。はい、それでパン屋さんだったとね。そうなんですね。何時から開いてるんですか。そうですね、朝の8時ぐらいから。あ、本当ですか。はい、何時ぐらいに来たらいっぱいありますかね、種類は。そうですね、やっぱ8時ですか。いや、そうですね、昼の12時ぐらいからだといろんな種類がいっぱい増えてきますね。あ、本当ですか。はい、そっか、じゃあ今度はまたお昼ご飯を買いに、お昼ぐらいに寄らせてもらおうかな。はいはい、もう少しなので、了解です。お待ちください。ここのパン屋さんのご主人さんはどっかで修行されたんですかね。いや、修行はされなくですね、もともとパンが作ってくれて美味しくてですね、ほうほうほう、なのでちょっとパン屋さんを開こうとなって開いた。なるほど、趣味が高じていうやつですな。はい、素敵じゃないですか。
大変お待たせいたしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。キス。まあね、こんな感じで楽しめまして、はい、今度はね、マオがお客さんになってお父さんが店員さんを教えてみます。いらっしゃいます。こんなところにパン屋さんができたなんて知らなかったわ、お名前は何て言うの？あだ名でいいです。あだ名ですか？パン屋です。パン屋です。パン屋、パン屋です。パン屋さん。はい、いらっしゃいませ。はい、おすすめはあんパン、ですね。あんパンをいただきます。はい、ありがとうございます。他にもおすすめはありますか？おすすめあります。おすすめはですね、たっぷり小麦粉を使ったふわふわ食パンです。おー、これですか？その通りです。いや、違います。いや、その隣です。これ？それです。これコッペパンって書いてますよ。コッペパンです。このコッペパンはですね、たっぷりの小麦粉とたっぷりの生クリームとたっぷりの卵を使ってふわふわに仕上げたパンです。おー、それはいただきたいですね。698円となっております。おー、さすがその値段。こんなに分厚いですね。家に帰っている頃にはしぼんでるかもしれません。いや、しぼんでないと思う。こんにちは。これはお父さんで、まだかな。じゃあ、メロンパンありがとうございます。こちらは焼きたてとなっております。おお、おいしいで。あとおすすめはですね、はい、クロワッサンですね。このクロワッサンがですね、シェフがねじってねじったパンとなっております。ねじってねじったパンでしょうか。はい、どうしても、サクッ、しっとり、ふわっっていう感じです。以上でよろしいですか？いや、とんかつサンドもいただきます。はい、こちらはですね、とってもヘルシーなとんかつを使っておりますので、はい、美味しいよ。美味しい。じゃあこれでお願いします。ありがとうございます。お待たせいたしました。ありがとうございます。美味しいそうなので待ってきます。ポイントカードが入っております。来週来ていただけるとさらにボーナスポイント3倍となっておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。